まあ、事実関係について大会組織委員会が IOC にこれ確認したところ、 IOC からは当該委員の発言については IOC としての公式見解ではない、このこと、また予定通り大会開催に向けて IOC が準備を進めていることを説明しているものであるとの回答を得たということです。イベントなどの開催について現時点で全国一律の自粛要請は行うものではないが、専門家会議からの見解も踏まえ、地域や企業に対してイベントなどを主催する際には感染拡大防止の観点から感染の広がり、会場の状況などを踏まえ開催の必要性を改めて検討するようこれ要請しておりですね、こうした検討をまあお願いをしているところである。